しまったメアリー先生の部屋に入っちゃいました私。あ。メアリー先生、無事だったのに、ちょっと間違って金色の鍵を使って入っちゃったんですよね。どうしたの？こっちいらっしゃい。あんたのね、あんたの陰謀分かってんだ。あんたの陰謀分かってる。ちょっとナイフ持ってねえか、あいつ。ちょっと待て、ちょっと待て。あいつナイフ持ってるぞ。なぜ？出てこないでしょってよ、メアリー先生。出てこないね。あ、ちょっと待って、これ。ちょっとなんか、新しい展開になってきたんですが。ちょっとこれ、2階に1回逃げましょうか。まだメアリーには勝てないですね、今の実力ではね。こっからでしょ。こっからメアリーを追い込んでいくスタイルですよ。任せてください。必ずメアリーをね、仕留めてみせるんで。まずここ。ちょっと待てよ。メアリーのあの部屋って、もう一回行く価値があるのかもしれないな。メアリー、これなんだ。車のキーかな。行く価値はあるかもね。メアリーいなくなってるわ。ちょっとさ、びっくりした。メアリーいたからな。何だったんだあれ。さまざまな飲み物ね。さまざまな飲み物ね。電話線は切られてるもんね、ここ。これ飲み物か。いや、メアリーのね。あ、銀色ね、これね。そうそうそう、これよ。で、メアリーと会ってたのよ、これ。メアリーあそこにいると飲まされるのかな。今回どういう展開になるんだ。逃げ切ったからな、でも。ってことは、今回もいけんのかな。ちょっと行ってみよう。ここで銀色の鍵。ここでメアリってどうなるんだ、次は。そうか、ここはこうなるのか。うん、ここにね、またなんかアイテムあった気がするね。時を固着させる、これあったね。時計塔がまた出てくるんだろうね、これ。あとこの椅子か。棚に隠れて全体は見えない。この後に棚を調べたらいいんじゃない。どう？あ、やっぱそうだ。あ、なに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 、あれ、赤い赤い。え、これ取れない。うんうんうん。この屋敷の中かしら。あー、屋敷のどこかなんだろうね、これ。あー、ということは、メアリー先生は、あそこで私捕まらなかったから、これバローズさんとこれ会えるのかね。どうなんでしょう、ここは。
バローズさん、どうなるんだろうな。もう、だってメアリーのこと信用してないからね。罠にかかることも多分ないと思うんだよね。メアリーの。下、全部調べてないんだよね。またこっちの西館の方もね。新しい何かを見つけたいところですな。何ここの部屋。何これ、何これ。あ、もぞもぞしとったな、肉片が。何の肉片だろうね、あれ。この辺全部調べられないのか。ただのもぞもぞ？いや、なんかあるね。これはなんだ、これはなんだ。ガラクタか。ちょっと待って、これ。あ、薬品調べられるね。ジェニファーちゃん？これ調べてくんない？じゃあ。何が入ってんだろうね、これ。どうすりゃいいの？どうすりゃいいの？ちょっと待って、ちょっと待って。倒し方あるの、これ。倒し方ある、これ。もしかして。なんか、ミイラみたいなの出てきたよ。ミイラというか、ゾンビというかさ。尖った石でいけるかな。これさ、これ倒さない限り、これ、この中のアイテム、あれかもしれない。手に入んないのかもしれない。やばいな。これアイテム見つけんといかんな。やっぱいるもんね。ちゃんと戻ってたね。なんか奥に鍵見えるもんね。いやー、これどうしよて。ここどうすればいいんだろうな。なんかないか。電気消してみるか。あれ？あれ？お？何これ？何これ？あ！おいおいおい。あ、そういうこと？いや、すげえの手に入ったんだけど、たまたま。すげえの手に入ったんだけど。これで勝てるでしょ、これ。これで勝つるぞ。メアリー、落ち着いて、そこ、そう。いや、消してみるもんだね。いや、今までつけてたばっかりだったけど、ちゃんとここに戻りやがって。こいつ。よし来い、よし来い。ジェニファ、行くぞ、ジェニファ行くぞ。やったれ。行け。罰だね、これ。あれ？巣箱の鍵。あれ？巣箱の鍵。
て、なんかあの鳥がなんかバサバサいたあそこだよね多分。まさか、巣箱の鍵あそこなら、ちょっと一回戻りましょうか。ちょっとあの巣のところに戻ってみますね。これでしょ、ここでしょ。だってこれ巣でしょ。ってことは、これ違う。あれちゃうね。そういえばこのピアノの部屋ってのは来てなかったな。ここでシザマがピョーンって来ちゃったからね。ここにね。今やっとゆっくり調べられますよ。よし。ガラクタだけか。こちらは。ちょっと木箱のあの鍵。金属の杖が壺に刺さって、お、杖手に入れた。杖か、杖って、ちょっと待って、何この音楽。くっ、耳が痛い。何これ。あれ、続けたら鼓膜破れてた可能性がありますね。ジェニファーの耳パーンなってた可能性がありますよ、これ。いやー、何が死を招くか分かりませんな、これ。怖いね。だいぶでもこれ、相手が集まってきてるかもね。しかし、うわー。開いた、なんか。何これ。何を吊るしてんの、これ。うわぁ。カラス食ってんの？バロー漬けは。バロー漬け、吊されたカラスの死体だ。いや、そら、そうだね。最初に目が入るよね、そこに。カラスが入れられてるの、もしかして。あ、もしかしてこの、あ、ブネズミか。こちらはカラスが1羽入れられてる。あれ、じゃあこの鍵は開くの、もしかして。開く、あ、いい。あ、開いた。あ、やばい。大丈夫これ。いいのこれ。開けちゃってよかったこれ。え？どっか行った。なんかドブネズミの方はちょっと開ける気がしないんだけど、逃げてみせるわ。そうね。決意したよね。決意しちゃうよね。いや、これちょっとさ、いいんじゃない？これちょっと、セーブしとこうか。ここで一旦セーブしよう。セーブして、あのネズミの方開けてみましょうか。ネズミの方ね。足に沿ってた。あ、そう。うん。オッケー。なんかあれだね。いや、香水とかもこれ何に使うんだろうね、これ。
しかし、あとは大丈夫かな。いや、なんか、いいことをしたね。なんとなく。裁かれそうになってたカラスを、まあ、助けてあげたんだろうね、これ。まあ、ジェニファーはね、心優しい人物ですから。そんなメアリーを絞め殺そうなんて思ってませんから。あ、こっちこれ以上行けないんですね。さあ、あとどうすればいいんだろうな。あと行ってないとこって、あとは何だろう。ちょっと、ありましたっけ？ちょっと考えてみますね。うん。なんか、西館のトイレに、バスルームに来ましたね、これ。ピンクで可愛らしいわね。水は出るみたいだね。水は出るみたいね。あれ？本来トイレがあるべき場所にトイレがないぞ。ちょうど催してたところなのね、私。なのにトイレがないってどういうことよっていうね。これないよね。ああ、なんか開けたくはないな。デジャブ感がすごいんだが。まあ2階がないだろう。使えるって。使っちゃおっか。うん。あ、そう。あ、まあ、使いたくはないっていう無言のプレッシャーね。はい。わかりました。いいよ。使わないでいいよ。そんなね、ジェニファーのサービスシーンなんかいらないですよ。なんだこのノリは。まだ西館行ってないとこいっぱいあるんですね。こうしてみるとね。こちらの隣の部屋はどうかしら。え？あ、そう。まあ、鍵持ってたら勝手に開きますもんね。こういうのはね。となると。となると、あとはどこだ？このサライト、あ、開いたな、開いたな。ここは何の部屋だ？ああ、逃げたところだわ。まあ、どうせ電気ついてないとは思うんだけど。ここもちょっとちゃんと調べてないもんね。これは暗いから結構調べるの大変かもしれない。古い雑誌。マタニティマガジン。いや、出産ね。うん。出産の時に読んでたんだろうね、バローズの。随分深い亀裂のようだ。奥の方、マジで。え？奥の方で何かが光ってる。アイテム？アイテムってこと？杖だろ、これ。いや、杖でいけない？無理？あ、そう。ちょっと他の、なんか、これ、なんかこう、ないかな。杖より短くて、挟みやすい感じの、なんか、こう、なんて言うんだろうね。でっかい、こう、つまむやつね。手伸ばして取れないのかな。奥の方で何かが光ってるか。このアイテムなんだろう。ここにはないのかもね。なんかこう光るものをね、手に入れるのはちょっと苦戦しそうですね。また次回、この光るものというのをね、手に入れに行きたいと思いますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いいたします。今回はこれで、終わりたいと思います。ベルクラでした。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そして携帯機器、スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。